太陽光発電施設の建設現場から経営にある太陽光発電施設の建設現場です。警察などによりますと、建設を行った東京の企業の担当者が今月8日に現地をネジを外して持ち去られていたということです。正直やりながら。
認められなかったスポーツのオノマトペというか研究対象にもなり、私が出版した本でですね、バックのスタッフさんが手に取ってくれて、なんかこれ面白いからちょっとヒアリングしたいということで、確か長いカフェに呼び出されたんですね。で、行ってみるとすごいたくさんした。ロシア国内ではプーチン政権がメディアの報道に対する監視やインタビュー、家族がいてもね、寂しい時もありますからね。まあ、私たちのように、もう本当に私寂しいって気持ちがわからないんですっていう人もいますけど、やっぱりその声が聞こえた。なんかね、生物の死を超えて生きてるか違う自分に会えるっていうところがある。ちゃんとこう世界とか向き合えるっていうのはね、おそらく一人の時。本当にそんな感覚です。大勢の時はね、みんな気を使いますから、そうですね。ちょっとここで一曲をお聴きいただきましょうか。せっかくドキュアさん来ていただいて、叫ぶ詩人の会ラジオ。憧れてマシュマサとしてお聴きいただいてます。うん、MM マシュママサとし、いいですね。みんなソロ活いろいろしてますね。さあ、今日もお送りしてきましたゴゴラジ、木曜日のゴゴラジ、今日はこだわりでございました。え、今日の放送は午後6時以降、ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聴きいただけます。番組のホームページからも聞き逃しサイトに行くことができます。それから当校のここが聞きたいは写真と文章、番組ホームページにアップされますので、どうぞ聞き逃しと合わせてお楽しみください。さあ、明日金曜日のゴゴラジは奥義自慢がテーマの日、夏に訪ねたい焼き物の里と題して、日本各地に伝わる焼き物の魅力に迫ります。パートナーは俳優でタレントの千久美さん、ゲストは当時研究家の森由美さんです。街の焼き物自慢、焼き物にまつわる思い出、エピソードをお待ちしています。嬉しい焼き物、なんて私、トークちゃってるから、トーク。そうなんですよ。楽しみですね。さあ、今日はソロ活でございました。皆さん、新しい世界を見ていただきましたか。また明日ね。バイバイ。時刻は3時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。まず天気概況です。日本付近は高気圧に覆われており、全国的に晴れています。夜にかけても晴れるところが多いですが、中国地方や近畿、北海道ではにわか雨や雷雨のところがありそうです。では今日これからの各地の天気です。沖縄は雲が広がりやすいです。次第に晴れるでしょう。九州や四国は午後に晴れる見込みです。中国地方や近畿は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。東海や北陸、関東、東北は夜にかけて晴れそうです。北海道も晴れますが、日本海側を中心に急な雨や雷雨にご注意ください。